お正月休みも終わり、2024年が本格的にスタート。街で聞いてみました。皆さんの今年の注目ニュースは？日本選手活躍して明るい話題にしてほしいです。自分が生まれてからすぐに万博があったタイミングで聞いていただけの万博が大阪で開催されるというのはすごく興味がありますし、万博1年前についてはこんな意見も。盛り上がりに欠けるっていうか、やっぱ入場料も高いもん。それやったらまだユニバ行った方がいいかなみたいな。企業のトップの皆さんにも聞いてみました。我々 LP ガスとか、あと工業用のガスを本当にお客様のところ、ご家庭に配送してますから、そういう仕事に従事される方の、まあ、賃金も含めた処遇とかということも含めて、やはり今年の大きな課題だと。この新ニーサっていうのは、まさにやっぱり力を入れていかない、やっていかないといけないっていうね、まあ、そういうふうなものだと思いますし、まあ、国の大きな流れに沿ったような形でですね、我々もできるだけ協力をしてまいりたい。年明けに起きた能登半島地震についても、初めから、ね、北陸の方で、ね、地震があったりとか、直接の親戚じゃないですけど、まあ、いたりしてますんで、やっぱりその辺が心配してるところはあるんですけども、はい、その被災地の状況は、大きく割れた道路に傾いたままの電柱。こちらは最大震度5弱を観測した石川県内灘町の今朝の様子です。液状化の影響で町の大半が大きく傾き、全壊や半壊の家屋が今なお多数あるということです。石川県は先ほど県内で確認された死者が202人、連絡が取れない安否不明者は102人に上ったと発表しましたが、発生から9日経った今も被害の全容は未だ明らかになっていません。そして関西では被災地支援の動きが活発になってきています。京都からは府の職員と支援物資が出発です。目的地は石川県七尾市。派遣された職員は避難所の運営をサポートするほか、不足している物資や人材などを把握し、有効な支援体制づくりに役立てます。近畿地方の府県などで作る関西広域連合は、今回の能登半島地震でそれぞれ特定の自治体を受け持つカウンターパート方式で支援を進める方針を示しています。被災地の住民の方々の力になれるよう精一杯頑張ってまいります。大阪府も今日から府営住宅100戸を被災者に無償で提供する受付を始めました。物資を被災地に送る支援は受け入れ体制が整っていないのが現状です。このため石川県や被災した市や町は個人からの支援物資を受け付けないとしていて、しばらくは義援金などの募集が広がる見通しです。このほかクレジットカードやポイントを使って募金ができる専用サイトが開設されているほか、航空大手の ANA はマイルを使って寄付できます。またふるさと納税でも寄付ができ、ふるさとチョイスによりますと、これまでに8億円以上が集まっています。